すごい、こんなところにこんなお家があって、しかもここが本屋さんなんですよね。夢見書店さん店主夢見ねむさんとお話しさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましてですね。初めまして。本の本、夢見書店始めますっていう、どういう人の手を通って本って私たちの手元まで来てるんだろうねっていう取材を始めたんですよ。私みたいに本屋さんが好きで本をゆっくり買いたいお母さんになった人っていうのもたくさんいるはずなのに、これなんとかなんないのかなって思ったのが最初。アイドルとは言っても、そのリュウミさんってなんか当時から、なんて言うんでしょう、多彩な才能を発揮されて何言われるのかと思ってたけど、本当の小泉さん、ユース絶賛発売中です。